ダゾーン。ゴールキーパー渋谷、ディフェンダー右から飯田、ヘナと孫荒木、ダブルボランチに佐藤と木村、2列目三沢、三平、アダユトン、ワントップ宇高、ゴールキーパー後藤正明、ディフェンダー右から河合、西村、阿部、山田、中盤は高江と小西、トップ下に土井、前線伊坂、リサロ、国部です。そしてここで甲府三平選手の J リーグ通算400試合出場のセレモニーです。2010年に湘南でプロデビュー、その後大分、京都などで活躍、31節の横浜 FC 戦で400試合出場を達成しました。小倉さん、はい、人間性の良さでしたり、このヘアスタイルのこともありまして、非常にピッチ内外からも愛されている選手ですよね。そうですね、本当にキャラクターとして、はい、まあ、本当 J リーグの名物じゃないですけどまあそういった J リーグを代表する選手だと思いますし、きついんですよ ね、まあ、行くならやっぱりチームで行かなきゃいけない、はい、甲府のバランスが崩れています。縦に通 す、ね、ここ甲府からリサロが動いている。オフサイドはない。リサロのシュート、いや落ち着いてる、決め切りました。リサロ、これで3試合連続ゴールです。いや、小倉さん、はい、甲府の守備のバランスが崩れたところ、はい、しっかりと決め切りました。いや、まあ、素晴らしい攻撃でしたね、はい。まあ、前から奪いに来た相手をしっかり剥がしながら、まあ、本当テンポがいい。で最後落ち着いてましたね、はい。またこれを行くか行かないかはっきりした方がいいですよ ね、 ここは宇高が行きます、はい、蹴らせました。リサロフリックですね。繋がりました。小西がそのまま駆け上がっていく。土井右サイド、伊佐土井のシュート、ディフェンダーに当たってコーナーキックです。いやもうそうですね、まあいい仕掛けですね、サコフ、アダユントン、顔を上げる、縦通した、三沢、あー、まあ、ボール右、裏抜けを見せました。ここに小西、縦つける、高江、伊坂、中には3人目が入ってくる、縦の突破、クロスが入る、なんとか防いだ、シュート、バーから国部でした。そうですね、少し、まあ、渋谷が触ったのか、まあ、上に行ってしまいましたね、縦つける三平、三沢切り返す、三沢のシュート、リフレクションある、宇高、飯田はどうする、狙った、お素晴らしい、いや、俺さん、はい、見事でした。いやもう一瞬宇高から戻されたボール、はい、多分最初はクロスの選択だったと思うんですけど、そこワンタッチしてから判断変えましたよね。キーパーの後藤のポジショニングを見て、はい、まあ、ちょっと後藤が出てしまっていたので、ここ で戻りながらの対応で判断変えてニア打ち抜きましたね、まあ、本当、まあ、さっきの甲府の宇高のヘディングのシーンじゃないですけど、まあ、やっぱりシュートの意識、まあそこ三平はクロスを選択しましたけど、はい、まあ、今度こっちはシュートの意識、佐藤和弘、伊坂が寄せる、アダユトンと河合のマッチアップ。いや、こちらのサイドは小倉さん激しいですね。そうですね、佐藤和弘狙ったか、後藤が防ぎました。シュートですかね、中も見ながらでしたけど、はい、外に宇高もいました。巻いてきたボール、セカンドは甲府が回収、
木村が狙った。まあ小舟のボール反応っていうのは早かったですね。はい、後部の守備ブロックの穴を作ろうという山形。引きつけます。そしてかわす縦リサロをつける。リサロが伊坂ダイレクト。高橋が決めた。すごい崩しですね。飛び込んできたのは左サイドバックの山田です。左サイドバックがここまで入ってくるんですね。はい、いやまあ、リサロのあの伊坂への大外のボールもよく見てるなと思ったし、すごいですね。伊坂から高橋に行きましたが、その前で触ったのはバンディエラ山田拓海です。大外よく見てましたね。で、よく折り返しましたし、で左サイドバックがここに入ってくるっていうのが、どういうポジショニングなんだっていうところですけど、選手を盛り上げる渡辺監督、ここも競り合ったところ、山形2対1で勝利。ここアウェイの地で連勝、今季最長の4に伸ばしました。渡辺監督の求める一戦必勝で、あくまで暫定ですが6位プレーオフ圏進出成功です。ダゾーン